来山陽史跡資料館は、広島県広島市中各袋町にある、来山陽及び寄り家ゆかりの資料を展示した、博物館である。市中心部にあり旧日本銀行広島支店の東隣にある、敷地面積約1700平方メートル。県が所有し、公益財団法人、来山陽記念文化財団が管理している。山陽の親である、来春水。 第梅夫ラ良頼家が暮らした急遽を1935年に山陽記念館として整備し開館、老朽化に伴い改築し1995年、第山陽史跡資料館として再開館した。国の史跡、第山陽居室をメインに、RC 構造平屋建ての展示室に茶室、それら和風建築と庭園からなる。門と石畳。 平の一部と邸内の黒金持ちと手すりから移築したモニュメントが1945年8月6日原爆被災した被爆以降である。広島より家から寄贈された資料、通称杉の騎資料や山陽の祖父、大伊勢ゆかりの竹原より家から寄贈された資料、その他県内収集家から集められた山陽を中心とする江戸時代の広島の文化、 歴史資料と、旧館の模型や被爆前後の写真も展示している。資料館正門横に立つ石中寄家は、中世には、小早川氏に仕え三原の寄金村に住んでいた。その後、竹原に移り、寄金屋の屋号で商いを始める。江戸時代中期、当州、来伊勢には五人の息子が生まれた。そのうち次男と伊豆は創生し、残った三兄弟が、長男来春水。 三男、大遥か、四男、大安坪である。異性は息子たちに弁学に励ませ、三兄弟は別々の時期に、大阪に出て、学問で名を挙げ、後春水は、広島藩主、浅野茂明により藩主及び藩公、学問所教授として招聘され、広島に移ることになり、春風は、竹原に戻り家業を継ぎ、安津坪は、春水と共に、秋に移りのち藩主となる。 春水の長男である、内三陽は、父の大阪時代に生まれ共に、広島に移ることになった。天明元年、春水が藩寿として招聘され、広島に移った当初、頼家は、西都木屋町、現在の上屋町一丁目、建町、本堂に仮屋住まいをしていた。完成元年、藩から屋敷を廃業し、頼家は当時、次の木工事と呼ばれた、武家屋敷地である。 現在のこの地へ移り住んだ。当時の平面図が坂本木山作、く、雷山用体館に残っている。敷地400坪、玄関が2つあり、客間が2軒、奥の12畳が春水の部屋だった。小さな離れがあり、これが現在の雷山洋居室にあたる。春水は当初不便に感じていたが手を加えず数年我慢し、後に部屋割りを変更するなど、リフォーム工事をしている。 完成12年、山陽は、脱藩を企てるもすぐに見つかり連れ戻され、拝着され、この地に幽兵、文化2年謹慎が説かれた後、関茶山の角塾へ、の京都へ向かう。より家は、山陽の長男である雷一案が後を継ぎ藩主として、藩校学問所の教授となり、その息子である雷誠健も学問所の教授となった。メディアを再生する。 被爆後山陽が書いた日本外史がベストセラーとなり、幕末維新の尊能上位運動や勤皇思想に大きな影響を与えた。明治時代以降、軍都として発展していく広島で山陽が尊ばれるようになる。1929年財団法人、内山陽先生遺跡検証会が設立される。1931年山陽没後百年祭が開かれ、 1934年検証会は、より永久化を買取整備。1935年は冬の、鉄筋2階建ての資料館を建設し、山陽記念館を開館した。設計は、佐藤光一。施行は、藤田組で、二社は後に、旧広島赤十字病院を設計、施行している。1936年、内山陽居室が、国の史跡に選定。 1945年8月6日、被爆、爆心地から約400メートルに位置した。旧居室含め建物及び資料はほぼ全焼したが、西隣の剣道な日銀支店のおかげで、部分的に建物が残り、その影となった部分の瓦屋根は、異質な状態となった。庭内の黒金持ちは、被爆により根株だけを残して焼けている。戦後は、原爆名所として注目される。 1948年広島市により原爆記念保存物に指定。1949年部分的に補修。1950年検証会は広島県に寄贈した。同年には、邸内の黒金持ちから芽が出ている。1958年県は旧居室を復元。その後は県の関連団体が使用。1983年財団再建に伴い。 検証会が管理した。老朽化に伴い、1994年休居室と被爆遺構を残して解体、1995年第三洋史跡資料館として再開館した。ありがとうございます。